今回は市です東武線が南北東西に、えー、伸びている、まあ、東武線の、まあ、核となる、えー、春日部駅を要する市なんですけども交通面では国道4号線と国道16号線が交わる、えー、ところなので車という意味でも交通の要衝ではあります南から竹里一ノ と、えー、住宅団地が続いておりまして、えー、春日部周辺は、春日部駅の北側が昔の、えー、町で、まあ、南側も、えー、最近は発展をしています。中央、矢原の地域、えー、南の地域で、えー、国道16号線沿いも、えー、住宅が伸びており、えー、県道2号線、埼玉春日部線の方でも、えー、住宅が伸びている。 南の境には基本的には平坦地なため、えー、高校のグラウンド、野球場、えー、春日部共栄高校だとかッつターミナル、えー、があったりします北側の境は杉戸町、えー、また千葉県の野田市だったりするので、えー、この辺りは後ほど、えー、市内でも がが広がっていたりりすする、えー、地域ではあります北から西宝珠かこの辺りは昔から発展がありまして、えー、そこからは上吉妻古、下吉妻小平、上金崎となっていきます東武線が伸びたことにより、えー、南桜駅、富士吉島駅の周辺、西金ノ井、金崎、米島、えー、この辺りにニュータウンがあったりだとか団地があったりとかします 富士の牛島は牛島公園のある地域。まあ、北側ということで、不動院の8丁目、梅田本町、内巻、堺町、浜川戸という形です。南堺町には工業団地。で元々の春日部の地域は川沿いの地域でありまして、大都市古利根川の近くになります。春日部東、春日部。 えー、漢字がですね、ちょっと違うんですけれどもね、えー、駅の春日部とは、で南側には南、矢原豊町、西八木崎、八、え、木、ー、崎駅近くには春日部高校があります、西の境はさいたま市の岩槻区となっておりまして、近くには豊原駅、上昼田、真、え、串、ーえー、下大町神殿、上大町神殿と、えー、続いております。 国道16号線は市内の東西を結んでおりまして、か、え、す、ー、部野田バイパスとか言ったりします。埼玉たま市を、えー、ま東西に結ぶ西大宮バイパスと、えー、なっていきます。県道2号線は埼玉かす部線。えー、県道15、えー、78号は勝負にかけて。えー、県道15ですね。松伏方面。 松伏春日部席粛線が県道42号新4号バイパスは越,か越谷春日部バイパスとして、えー、市内の東部を走っております市内中心部の日光街道の国道4号線も、えー、こちら側を市内通っておりますそれでは、えー、春日部市紹介しておきます人口が 22万8000、密度3470。ということで、まあ、県内では7位ということになります。もともと春日部市が、えー、支配していたことからこの名前が付きました。昔の町として春日部町があります。中川定地と台地ということで、えー、少し、まあ、定地の中に台地が含まれるという形になります。 大地付近には遺跡が多く取材しておりまして、代表的な遺跡として、内巻地区には内巻塚内古墳群、春日部地区には浜川戸遺跡、豊原地区には花積貝塚、宝塚大地には新名貝塚、金杉大地には米島貝塚などが取材します。特に縄文時代の遺跡は貝塚が多く、縄文海進を検証する高地域として、えー、発展しています。埼玉県東部地区で1台の、えー、米、 の生産地米国の生産地ですね。穀物ですね。埼玉県の東部に位国道4号と新4号国道、国道16号、東部伊勢崎線と東部野田線が交差する交通の要所、また大都市古利根川沿いの小渕砂丘は、埼玉県の以前の利根川流路沿いに多く存在する下半砂丘の代表的なもの、市内に、まあ、多くの砂丘が確認されております。2008年に特例市へ移行しました。 1944年に春日部町となりました。1975年には国道16号のバイパス。国道の、えー、4号線のバイパスが1977年。市政は1954年としなっておりまして、県内13番目ということになります。まあ、えー、そこで以降は、やはりニュータウンの開発ということで、えー、春日部、 えー、市からさらに近くの東武線の駅にかけて、えー、ニュータウンができております2005年には昭和町の、えー、合併ですね現在の春日部市となっております埼玉県東武地区では唯一の市町村合併となっております 市内には丸屋、篠崎屋、MCJ、搭載ガス、明治乳業、桃屋等の、えー、企業が所在します。あとは島中、文明度東京とか、えー、ですね、の企業。主な商業施設としては、ララガーデン、えー、イオンモール、この辺りがカスカベ、イトーヨーカドーベ、スーパービバホーム、匠大塚ですね。えー 島中、えー、山田電機、この辺りが春日部にあります。住宅団地として、竹里団地、小渕団地、えー、医療センターとしてかしか、春日部市立医療センター、高校は春日部共栄高校が、えー、まあ、共学、中高、併設のほか、春日部高校、春日部東高校、春日部工業高校、昭和高校、春日部女子高校と、比較的、えー、近隣の市に比べても高校が多いと。 と、えー、いうことになります。大学も共栄大学、えー、看護専門学校や特別支援学校もあります。駅は東武鉄道の駅が8駅設けられておりまして、比較的多いということになりますね。えー、野田線東岩月駅が市の西部に近接や、千間台駅が市の南部に近いという形になります。伊勢崎線が市域の 中央を南北に縦断野田線が地域の中央を東西に横断しています春日部駅は市内で最も乗降人が多く特急両毛を除く全ての優等列車が停車する主要駅となっておりますまた特急もですね春日部から北千住ノンストップだとかそういう、えー、特急種別があったりします国道はバイパスも含め、えー、4号線国道16号線もバイパス含みます 埼玉県道2号、15号、42号、78号、85号と、えー、交通の要衝でもあります道の駅も昭和にありますまた春ス部には、えー、特別天然記念物に指定されている牛島にある富士の巨木というのがありまして観光名所となっております園芸品種としては日本最大のもので全体の回り9.2メートルということになっております 毎年4月下旬から5月上旬にかけて開花。えー、穴の最盛期には最長2.7メートルにも達するそうです。第2回では観光名所、地図等を紹介していきます。